にして思っていました。で私どもはフォントを作っていますので、基本的には白黒の世界で、生きているというか、なりわいにしているわけですね。なんですが、ちょっとまずは色の話をしてみたいなと思っていますが、今画面に青という文字が出ていると思うんですが、これちょっと皆さんに想像していただきたくてですね、ゲームの世界観を演出するのに色のマネージメントというか、ちゃんと晴天の色をつけ作っていくというのは大事になるだろうなと、素人ながら思うんですが、青と言われた時に皆さん例えば3つか4つぐらい、ご自身の中で、どういう青があるかご想像していただきたいんですが、3つ4つ出せるんじゃないかなと思っています。で、まあ、分かりやすいものでいくと、まあ、0F の本当に青と呼ばれているものも、あるでしょうし、私の中で青と言いますとこの色が想像しやすくてですね、これ何の色かと言いますと、弊社の制定の青色なんですね。森沢の青色というものです。でこれ以外にもいろいろ青というのがありまして、ちょっと字ちっちゃいかと思うんですが、日本の国色の青ってたくさんあるらしいんですね、色の中でも。なので藍色とか空色とか、まあ、独特の青色というものがあって、まあ、皆さんご想像された青がどういう色かちょっと分かんないんですが、もしかしたらこの中に近いものが入っているかもしれません。でこういう感じで色ってこう割と幅広く想像しやすいんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ主体になったらどうなんだろうかと、いうお話を最初に少しだけしたいなと思うんですが、青色をいくつかご想像してみてくださいという話と一緒で、ゴシック体いくつか、バリエーションイメージできますかと聞かれたときどうでしょうかね。ピンとくるものがあるでしょうか。これは弊社の中の、代表的なゴシック体ですね。新語と呼ばれているものです。弊社の中では一番露出が多いものですし、皆さん日常生活の中で、よく見るんじゃないかなと思います。駅のサインとか、そういうところでも使われてますし、本当に、書籍であったり、雑誌や、テレビであったり、いろんなところで見る書体です。で次こちら、これ左さっきの信号なんですが、右ちょっと信号よりなんか曲がってるかなという感じになってるかなと思います。でこれはより左が新語で右が、ネオツデイという書体ですが、少し、手書きの要素を残したものなんですね。新語とは兄弟になる書体です。新語と近しいイメージがあるけども、少し柔らかい表情を出したいときに、使っていただいたりするといいかなという書体ですね。で次、これまた左は新語です。で右は新丸語という書体ですね。で皆さんゴシック丸ゴシックとか使い分けたりするかなと思うんですが、 Mac 使ってる方とか最初から OS に入ってたりすると思いますし、使われる機会多いと思うんですが、丸ゴシックっていうのはゴシック体の角をパッと丸めたものではないんですね。意外とこれよく見ていただいたら分かるかもしれませんが、丸ゴシック体の方がさっきのネオツデに近いというか、よりヒューマニックなちょっと人間味のある筆跡を持っているわけですね。最後のカーブであったりとか縦が突き抜けるあたりを、手書きに寄せることでちょっとシステマチックな感じを抜け出しているわけです。で太さの違いとかも、あったりしますし、主体そのものが、いくつもあったりしますね。これ全てゴシック体で割と本文向けのものを集めたものですね。まあゴシック体といってもいろいろあるわけです。で今、森沢で取り扱っている書体というのは1000書体を超えて1100書体ぐらいですかね、毎年増えていってます。でこれはですね、弊社に限らず、世の中にあるフォントベンダー、フォントファンダリーが、まあ、多くの会社が毎年新書体を出しているところが多いです。なので世界中でいくと、数百という書体のファウンダリーがあって、何万という書体が世の中にあふれているわけですね。弊社の中でも1000書体以上あるわけです。で皆さんゲームのデザイナーさんであったり、なんでしょう、プランナーの方も今日いらしていると思うんですが、
アイキャッチに優れた、まあ、ポップな書体であったりとか、すごく独特な表情を持っている書体たちっていうのはやはりあの私どもがどうこう言わずとも皆さん選べると思うんですよね。シーンに合わせて皆さんプロなのでここは可愛い方がいいでしょうとかここは筆でバシッといった方がいいでしょうとかあると思うんです。でも、明朝体ゴシック体になるとなかなかどういう性格の違いがあるのかなというのが分かりにくかったりするんじゃないかなと思うんですが、あの今日は書体を作る工程のお話とかをしながらですね、どういうところに我々が気をつけて書体ずつ作っているかというところをご案内したいなと思っています。なので、まあ、仮に色がそのゲームの世界観を演出するためのものだとすると、書体というのはですね、あの我々が普段発している言葉であったりとか、そこに乗っかっている、まあ、感情とか微細な感情とかを表現するために、まあ、使い分けるために、まあ、本文向けの書体もたくさんあると、まあ、そういうふうに思っていただけたらいいかなということでこういうタイトルにしてみましたということですね。じゃあまあちょっと今から始めていきます。で、これ A の字なんですが、書体を作るときに、まあ、一番最初に書く字といいますか、の一つなんですね。でなんで、一番最初にこの A の字からデザインするかといいますと、A 字発砲といわれる、まあ、書の世界での話なんですが、まあ、文字を構成するために必要な、なんですかね、パーツが8つ入っているということで、まず書いてみたりします。で書体っていう、まあ、新しい書体を出そうとなるとこの文字最初に書くことが多いんですが、じゃ あのその新書体作るとか、まあ、最初に書くって何なんっていう話なんですが、これ会社さんによってどういうふうに作っていくかっていうのはまあ様々なんですが、森さんの場合はこいつの元っていうのは、まあ、こういうものからできてるんですね。全ての書体がというわけではないですが、本文向けの書体というのは多くの場合手書きから始めることが多いです。なので、まあ、最初からあの OS にバンドされている明朝ゴシックってたくさんあって、ああいうのってどうやって作ってるのかなっていう時も、私はあの外から森さんに入ってきた人間なんですが、まあ、もしかしたらあそこに入っている書体とかを、まあ、ちょちょいと加工して新しい書体とかできてるのかなってこう思ってたこともありましたが、まあ、実はそうではなくて、皆さんどこの会社さんも新しく書き起こされていて、まあ、弊社の場合は手書きから始めることが多いということですね。こんな感じです。これ今年出す新書体ですが、デッサンをしてからデータ化しています。で、まあ、何のために手書きをしているかといいますと、あのできるだけこう手で書くっていうのは身体的なことなので、その感覚をまあ研ぎ澄ませたいということもあって手書き、今でも手書きをやっています。なのであの最初からベージュ曲線というかデータで作る会社さん多いんですが、まあ、それがいいとか悪いとかでは全くなくてですね、そういうことを大事にしてやっているということですね。こんな感じでデッサンしています。で、まあ、どれぐらい書くのかなという話なんですが、和文書体の場合どうしても文字数が多くてですね、森沢で取り扱う書体の場合一番少ないセットで約1万文字ぐらい作ります。で、多くなってくると2万3000文字、まあ、2万文字を超えてくるんですね。で、これをまあどんどん手書きをしているわけですね。これあのちょっと一覧、グリフの一覧のポスターなんですけど見えませんよね。これ2万3000文字、どうですかこれ、皆さん書けって言われたら、ね、なんか困っちゃいますよね。これ少し解像度が高いやつで見てみようかなと思いますが、まあ、これはあの CID というのは、まあ、この業界独特のコードポイントで並んでいってるんですが、まあ、アルファベットから始まって、まあ、I、U、O があって、まあ、その次に漢字もあいうえお順で並んでいくんですね。で、これ最初の方は、よく皆さんが使う漢字が搭載されていて、これが、
これが左側がバンダイなんですけどね。でも2万1万バンダイ後半とかってなるとこれどうですかね、皆さん知ってる人いるんですかねと、まあ、知ってたら恐ろしいのでちょっと怖いなと思いますけども、まあ、こういうものがたくさん搭載されているわけですね。で本当に我々が普段使う文字っていうのはだいたい 4,5,000 文字ですね、まあ、それぐらいあるとだいたい皆さんが普段見ているニュースサイトとかのに必要なテキストっていうのは揃ってくるんですね。じゃあなんで2万文字も作ってるんだっていう話なんですけど、これ、番号が深くなってくるとほとんど人名とか地名の特殊な感じなんですよね。で特に人名に関しては、まあ、私富田って言いますが、私はこの富は富士山の富の富なんですね。点がある富です。で、まあ、人によっては点のない若冠の富っていう人もいるんですけど、例えば渡辺さんとかってなってくるとこう10を超える鍋があったりしますよね。でたくさんそういう遺体字というか派生された漢字というのが、たくさんあるんです。で、まあ、これは例えば書き間違えて、市役所に、昔婚姻届で提出しましたとかっていう話があった時にそのまま誤字が登録されたみたいなこともあるらしいんですが、今は増えてないんですけど昔はそういうこともあってこう文字が増えたりとすることがあったみたいです。いや大丈夫ですかこの話はあと30分ぐらいやりますからお願いしておきます。で弊社は毎年新人のデザイナーというのを採用しているんですね。で、まあ、1人2人入ってきます。今年も入ってきましたが、まあ、彼ら彼女らが最初にやる仕事っていうのは、このデッサンをやります。 A の字のデッサンをしているわけですね、まあ、A の字に限らずですが。で、研修があるんですよ。何も見ずに弊社の代表的な明朝体とゴシック体をデッサンする。でそれがほぼ製品と同じ形になれたらじゃあ、まあ、仕事しようかっていう順番なんですね。で大体それが1年とか、まあ、昔は3年ぐらいかけてましたが、まあ、1日の半分とか、かなりの時間を、製品と同じものが描けるようになるために訓練をひたすら続けるという感じなんですね。だからもう職人みたいなことをやっていて、本当によくやってるなと思いますよね。どうですか皆さん、入社して信号書いてくれと言われるわけですよね。なかなか、ね、自分の会社でこれ記録とか残っちゃうんですかね、いうのはあれですけど、恐ろしい研修だなと思いますが、まあ、そういうことをして、まあ、文字を書いていくっていうのを少しずつ体に刷り込んでいくわけですね。で今手書きで明朝体を書けるデザイナーさんというのは日本に多分2桁はいなくてですね、まあ、1桁ぐらいです。で若い方っていうのは本当に、訓練をして、まあ、2年3年経ったあたりから本当に我々が多分見ないであろうエリアの漢字を作っていって、で少しずつ皆さんの目に触れる文字を作れるようになっていくという感じで、40代でもまだ若手、50代でまあまあちょっとだいぶいいんじゃないか君という感じで、60でやっとベテランという感じですね。だからもう20代なんてもうまだ赤子のような、話なんですかねと思います。まあ、これぐらい和文の書体というのはありまして、で今度は皆さん欧文の書体もよく使うと思うんですが、こちらはだいたい200文字ぐらいからのセットが用意されていて、まあ、多いと1500文字ぐらいの文字数があるかなと思います。例えばこれ代表的なアルファベットを並べてますが、まあ、これぐらいあるといわゆる英語というものがだいたい組めるっていう、だから文字数が全然違うわけです。でこれはうちの会社の名前を試しに日本語と英語で打ってみましたが、これ、我々が書体を作るときに、まあ、設計 として大きくアプローチが違うところがあるんですね。で、まあ、それが何かなという話をちょっとしたいんですが、まあ、これを見てピンとくる方もいるかもしれません。何が違うかというと、和文というのは基本的には正方形で送っていくんです。なので全部どんな文字でも同じサイズの中に設計されていくんですね。全部正方形。でも
アルファベットっていうのは、まあ、そんなの知ってるよっていう話かもしれませんが、個々のサイズがあるんですよ。なので森沢の I なんかはすごい狭いし、 M とか W っていうのは広いわけですね。文字固有のサイズで送っていきます。なので日本語の書体の場合、太さ違いが、まあ、最大8ぐらいある書体っていうのがありますが、これ全部同じ正方形の中にデザインしていくので行長っていうのは変わらないんですよね。これはこれで難しいわけです。限られたスペースにデザインしていかないといけないわけですね。でアルファベットの方はどうかというと、文字固有のサイズなんで、まあ、広くなればなるほどどん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 、行長は伸びていくと、太くなればなるほど伸びていくっていう違いがあります。でちょっとアルファベットの話を少しだけしたいなと思いますが、先ほどのセッションでカーニングの話が出てきたと思うんですが、文字固有の幅で送っていくがゆえに、なかなか綺麗に文章を組むっていうのが日本語より難しかったりするんですよね。日本語って正方形で送っていけば、まあ良くも悪くも見えるように、まあ、正方形の中で一番綺麗に見えるようにデザインしていくんですが、アルファベットはそうではなくて、例えばこの上の段の森沢タイポグラフィーっていう、この森沢の阿波のところとか、タイポグラフィーの TY のところとかってなんか広いですよね。なんか森沢で切れて、 W で切れて、 A で T でスペースが空いて Y から始まってみたいに見えますよね。でこれ何にも間違ってるわけじゃなくて、T は T で綺麗な幅で送られているわけです。 Y は Y で綺麗な幅で送られているんですが、文字同士の間にどうしても隙間が出てくるような、組み合わせというのが出てきてしまうんですよね。でここをサポートするための機能がカーニングというものなんですが、 A と W が来たらここを1/1000ほど、詰めましょうと、T と Y が来たら1/1000ほど詰めましょうというのを、これ一つ一つ、設計していくんですね。この語り二文字が呼ばれると詰めなさいという指令をフォントの中に書く。フォントっていうのはプログラムなので、そういう指令が出せるわけなんですが、これ一つ一つ基本的には丁寧につけていくという作業がアルファベットの場合大事になります。でカーニングまでは皆さんちらっと聞いたことがあるかもしれませんが、まあ、ほぼカーニングと同じことなんですが、文脈に依存して、変わっていくような詰め情報とかっていうのもあったりします。まあ、聞いたことない方が多いと思うんですが、コンテクスチャルオルタネイツっていうのが入ってますね。でこれ例えば、Q の幅は今僕が選択しているところが Q の幅ですね。で Q のオポが字幅をはみ出ていると思うんですよね。でこれ間違っているわけじゃなくて、 Q の後ろにいろんな文字が来たときに、これぐらいはみ出とかないとここの隙間がきれいに送れないので、まあ、はみ出さすわけですね。ただはみ出すと Q を括弧で閉じたりするとここが開いて汚いじゃないですか。そういうときに、自動的に、幅を、きれいにするためにこういうものを用意していて、ちょっと打ってみますが、これ分かりますかね、何が変わったか。ここの尾っぽがぶつかるような文字が来ると、尾っぽが短いバージョンを自動で呼び出してるんですよね。だからこれを外してあげると尾っぽが長いと、で次に括弧が来ると開いてしまって汚いと、汚くしたくないので、 Q の尻尾がぶつかるようなグリフが次に来ちゃうと、自動で尻尾の短い Q を別でデザインしているものを呼んでくるということですね。まあ、こんな感じで、これって今はどうだっていう感じで見せてご紹介してますが、別にこれを知ってほしいわけじゃないんですよね知ってほしいわけじゃないというと語弊がありますが、何も、こういうことを意識せずにダバッと打った時にちゃんと綺麗に組まれているというのがフォントというのは大事でして、非常にこういう目に見えないところを細々と設計していく作業が多いんですよ。こういうことをアルファベットというのは特に気をつけてやっていかないといけないということが一つあります。であともう一つ気をつけないといけないのが、これ上と下、日本語とその英訳ですが、
アルファベットの書体というのは、英語だけではなくて、いろんな言語をサポートするんですよね。当たり前ですが、まあ、ドイツ語であったりとか、フランス語とか、でポーランド語とかになってくると、もうなんか字の上とか下になんかいろんな記号がついてしまって、これ文章を組んでいくの大変なんですよね。で、まあ、でベトナム語っていうのが一番ひどいというか一番大変なんですが、記号が2個も3個も上とか下とかについちゃって、こうそれこそカーニングとかをよっぽど気をつけてあげないときれいに文章が組めないということで、まあ、和文書体というのは基本的には、日本語をサポートするために、ね、作られているので、1スクリプト1言語というか、和文は日本語のためにあるんですが、欧文というのはそうではなくて複数言語をサポートするので、その分組版のチェックというのもたくさんたくさん、言語をまたいでやっていくわけですね。で、まあ、少ないと大体20とかっていう言語のサポートになりますが、弊社の場合は100近く、98言語ぐらいラテンアルファベットでカバーできる言語群っていうのを、グリフを搭載しているので、まあ、今は海外向けのお仕事とか世の中増えてきていると思うんですが、その辺はぜひご安心してうちのアルファベットを使ってほしいなっていう話ですね。で、ちょっと和文話がだいぶ欧文の方に行きましたが、和文の、話に戻りたいと思います。で、日本語はじゃあ文字数いっぱいだけでいっぱいあるけど、字幅とか気にしなくていいし、まあ、なんかどんどん作っていけばいいのかなというと、まあ、そうではなくて、和文は和文で本当に大変なんです。で、デザインして、拡張って書いてますが、一番最初にデザインするのは、2万3000文字に必要なほぼ全てのパーツが入っているであろう、漢字とかを寄せ集めて、まあ、数百数千というセットなんですが、それをまずきれいに仕上げると、それができたら2万文字に拡張できるねっていうことが初めてそれで分かるわけですね。なんでとてもきれいな書体デザインが起こせたなと思っても、最初の700、800文字を作れないと、それは残念ながらフォントとしては使えないわけですね。どこかで文字数を増やしていくときに破綻してしまうわけです。それをクリアすると拡張していって検証するわけですが、書体のデザインというのはまず最初に新線を書くんですね。まあ、我々でいう骨みたいなもんです。骨格、骨組みを書いて、そこに服を着ていくように、太みをつけていきます。で、これを清書して繰り返していくわけですね。で、書体の最初のデッサンをしていくのも大変なんですが、例えば1万文字作るのに、デザインにかける時間が1年だとすると、検証にかけるのは1年から2年ぐらいかけます。検証修正している方の時間が長いんですよね。で、特に気をつけているのは、作詞と呼ばれるものです。で、これ皆さんよく見たことあるんじゃないかなと思いますけど、これは同じ線を横と縦で並べてますが、縦の方が長く見えますよね。我々の目ってそういう風にできてるみたいなんですよね。これも一緒です。矩形を描いているだけなんですけど、縦の方が細く見えちゃいますよね。で、これを、書体ではそのままほったらかしにはしないのですね。例えば田んぼの田とか目とかを作るときに、一番左上の四角、これは実は小さめに設計されているんです。というのも、人の目にはここが一番大きく見えてしまうんですね。数学的に切ってしまうと。なんで、ここを少し小さめにすることで、パッと見たときには、均等な幅に、サイズに見えるように。目もそうです。一番上を少し小さくしていることで、人の目には安定しているように見えるわけですね。こういうことを、まあ、どんどんやっていくと。で、皆さん長体の処理とかもすると思うんですけど、こう文字をギャッとこう縮めたりすると思うんですよね、縦長に。で、弊社の中にはあらかじめ長体として出している書体っていうのもあるんです。で、上の方は手で縮めているもの、下の方は長体としてあらかじめデザインされているものです。で、上の方はやっぱり東京のさっきの田んぼの田の口のところとかはどうしても細く見えちゃったりしますし、なんかオリンピックのピの丸もなんだかいびつだなとかっていうふうに見えると思うんですが、そういう手加工をしてしまった時の細かい崩れみたいなのは全て
きれいにしてから出すみたいなことをやります。でこれは明朝体なんですけども、これ同じ書体の太さ違いです。でこれはどこが違うかというと、ここです。ここですって言って見えてるんですかね。これ僕のポイントは見えないですよね。なんて言うんですかね、ここです。わかりますか。ここ西の、一番に突っ込むところですね。こいつは見えるんですかね、僕のポインター。まっすぐそのまま太さで降りてきてるんですけど、こいつは中が狭くなるので、ここにダムができているのが、こことかでわかるんですかね。大丈夫ですか。わかりますか。ピンとくるのかな。ちょっと待ってください。縦線がこの内側に入り込むところで細くなってますよね。このままの太さに突っ込んじゃうと真っ黒になって汚い文字が潰れちゃうわけです。ここは苦しい。でも太さはキープしたいということで、まあ、こういう作り方をするわけですね。で多くの文字が込み入ってきたり太くなってくるとこういう処理をします。で他にもいろんな細かい調整をずっとやっていて、これ木片の感じなんですけど、一番左は木片の中でも一番幅が広い木片です。で真ん中が世の中漢字、木片を持つ漢字の中でも一番よくあるサイズの木片で、一番右が一番細いサイズの木片なんですよね。で真ん中の このサイズの木片が一番多いんですよ、数としても。でこれサンプルなんですが、なるほどと、同じ木片を使っとるねっていう感じですよね。でコピペしてもちゃうかっていう感じじゃないですか。これをイラストレーターで書いてコピーして貼っ付けてるんちゃうかっていう感じなんですが、この木片の書体を全て同じ前面にこうどんどん配置していった時にどういう風に見えるかなというのがこれなんですよね。これだとちょっとまだ分かりにくいんで、拡大してみたものがこれなんですが、これは木片の左払いを拡大したものなんですが、まあ、何が言いたいかというと一つも重ならないんですよね。でこれはコピペミスじゃないんですよ。これぐらい細かい微調整をしないと綺麗に文字が並んでいかないんですよ。なので、一つ一つ熟語とかで検証した結果、ここに木片を置くのが一番いいねというのをずっと調べていくわけですね。日本語っていうのは2万文字ありますが、1文字1文字が綺麗にデザインされてたらいいわけではなくて、我々というのは文章の中で前後にどんな文字が来るかわからないんですね。皆さんがどんなものを打つのか我々には、予想ができないんです。なので考えうる組み合わせでもってどんな熟語でもきれいに並ぶようにできるだけ検証していくということをやった結果こういうふうになるわけですね。ね、恐ろしいですね。でこれは最近作っている書体のチェックなんですが、まあそれ以外にも、まあ、常々なんかこの句の点の位置がおかしいねとか、もうちょっと下げた方がいいんじゃないとか、これちょっとちっちゃいよとか下げましょうみたいなのを、まあ、ずっとずっとやっていくわけですね。なんで1年デザインしてもう1年は検証して、2年でできると、いやとても早いね、よく早く作ったねっていうような世界ですね。これはうちの会社に限らず、そういう時間がかかってしまうような業界で、まあ、よくよくあることなんじゃないかなと思います。3時5分から始まって45分だからあと15分ですね。この間のセミナーで15分のところ25分しようってめちゃめちゃ怒られたんですよね。なのでちょっと伸びたら本当に止めていただきたいんで、皆さんよろしくお願いします。戻ります。で、もう一回タイトルに戻りますが、言葉に寄り添う書体デザインというタイトルにしましたが、感情とか声色によって、丁寧に書体を選んでほしいねと。で書体を選ぶときに
うちの会社だけがああいう細かいことをやってますというわけではないんですが、なかなかチェックの方に時間をたくさん使うというのは本当に体力が、企業としても体力がいる部分で、まあ、我々は本文系の書体とか本文から派生するような少しニュアンスがあるような書体というのをとても大事にしていて、多くの書体がこういう検証を通っているわけですね。なので、まあ、明朝体たくさんあるものの中からどうやって使い分けようかという話は今日はちょっと時間がないので、次回また機会があればしたいなと思いますが、今回なこういうタイトルを選んだ理由のもう一つに、本当に言葉によって表情が変わるといいですよねと思っていて、まあ、それが少しできるような新書体を今年作ってみたんですよね。でそれをちょっとご紹介したいなと思ってます。道草っていう書体なんですけどね、これどうですか、いいと思うんですけどね、僕は担当者なんで。でこんな感じの文章がいい、使ってほしいなと、まあ、ちょっと明朝体っぽいんですけど、なんかどこか明朝体じゃないな、山みたいな鱗がついてないなとかっていうのもあるんですが、少し柔らかい感じでも骨格自体はすごく懐が絞ってあって、いわゆる世の中的にはオールドスタイルと呼ばれているものですが、古風なんだけどついてる肉が柔らかくてちょっと変わった雰囲気があるかなみたいな書体です。でこれ縦で組むとこんな感じ、これ縦は縦でいいですねっていう話なんですけど、日本のおもてなしっていうところがなんかおもてなしが変なことになってるんですが、これは何なんだっていうことをちょっとご紹介したいんですが、例えばこういう文章があったとするじゃないですか、ちょっとこれを指したい、こういう新しいゲームとは何かみたいな文章があったとして、単語とか文脈によって一番デザインがきれいに見えるように書体が勝手に変わってくれると、これはなんかいいですよね。でフォントというのは実はそういうことができたりするんですが、なかなか業界的にあまりやってこなかったんですが、やってみたんですよね。ちょっとお見せしたいと思います。同じ文章を打っていきます。こんなに、ちょっと待ってくださいね。もう一回、わかりますかね、とが来て、とが来るととがつながる、という感じなんですが、これは何をしているかというと、オーブンの世界だとよくあるんですが、合字とかっていうものを使っています。で、例えば物語の門の次にのが打たれると、物できれいにデザインされたものを呼び出すとか、そういうものをたくさんたくさん搭載していて、この書体は特に手紙文とか、あとはそうですね、お礼状とか、あとちょっと古風な文章を打ってみたりすると、それにフィットした、デザインのバリエーションをたくさん積んでいて、でそれを自動で呼び出してあげることができるっていう書体なんですね。と1000文字ぐらいバリエーションが積まれています。で、これは文脈によって、どんどん変わっていくんですが、例えばこのズレっていう単語があったとして、いずれまた上にいという文字があるので、いから文脈がつながるように、図の形は上からの筆跡が残る、で次につながる形もにれの収筆が変わる、なんで巣も
スは文脈が上から流れてきて、レは下に流れていくんです。でも、いずれ、またいずれ、丸で文が切れると、レは下につながらないんです。で、今度、ズレから始まると、スは上につながらず、レだけ伸びていくんですね。これは、上下にちゃんと文が来た時だけ、それにふさわしい形になるように、文字、グリフ、字を用意していて、ちゃんとそういった呼び出し条件を、書いてあげてるんですね。で、こういった合字と呼ばれるものに関しても、まあ、細かくデザインを見ていって、搭載していくと。これを作るのに半年ぐらい、かかっちゃったりして大変だったんですけど、今後こういう書体ってきっと増えるんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、どん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 文脈に対して一番綺麗な文字列が出たりとか、できるといいなと思っています。で、これオープンタイプ機能っていうのを使ってるんですけどね、さっきちょっと出たカーニングもそうなんですけどね。で、オープンタイプ機能っていうのがですね、結構リッチな環境じゃないと使い切れなくって、イラストレーターとかインデザインとかアドビさんのアプリとかはよくサポートされてるんですけど、まあ、なかなかここまでこう手厚くサポートしてあげるというか呼び出せるようにしてあげるのって大変らしくてですね、どうですかね、Unity さんはオープンタイプフォントをサポートしてると聞いたんですが、まあ、この辺も、ね、出せるといいんじゃないかな、縦書きももっともっと使われてどうなのかなって思ったりしてます。35分から5分から始まったので50分前ですね、あと5分。じゃあ最後にこれ道草っていうのは、ね、今年の新書体なんですよね。秋に出ますって、まあ、いつが秋なんだっていう話なんですけど、秋頃出るようなんですよ。で、まあ、これと合わせて今年は結構ですね、たくさん出るんですよね。これ A1 ゴシックっていう書体でにじんでるんですよね。ちょっとね、古風な感じが出せる。でこれはキザハシ金龍って書体ですけどね、これも今までのいわゆるよくある明朝体よりかはちょっと一文字一文字のバランスが変わってていいんじゃないかなと思ってます。担当なんで。で、シュエ体という歴史ある書体があって、まあなんか今年たまたま古風な書体ばかしになってしまったんですけどね、今そういうのが流行ってるんですね、印刷出版業界では。で、まあ、これもなんかにじませてみた書体ですね。なんかちょっと担当じゃないのでコメントがあっさりしてしまってないことはないんですけど、大日本印刷さんに怒られちゃいます。いい書体です。で、これはちょっと筆の可愛らしい書体ですね。この辺合わせて今年は確か17書体ぐらいリリースされるんですね。森沢パスポートという商品を買って契約いただいている方には毎年無料でお届けしているそうなんで、どうですかね、ゲームの業界の方って森沢とか知ってるんですかね知ってたら嬉しいんですが、買っていただけるともっと嬉しいですし、まあ、この書体たちもリリースされると思うんですが、ゲーム向けの、ね、パッケージみたいなのが森沢あるみたいで、なんか急に営業の話になっちゃってあれなんですけど、7万円ぐらいですかね、買っていただいて一つよろしくお願いします。ありがとうございました。